ちゃんです。パパスです。今日はね、金曜日、さきちゃんのミラジーノの日です。で、今日今回は何をするかっていうと、大体前のね、動画で社長が言ってくれたんだけど、ミアのドラムのブレーキのライニングがもう週がね、減ってしまっとるから、今回はこれこちら、これを変えていきたいと思います。で、ついでに一緒に開けるからサイドブレーキの調整も調子乗って言ったから一緒に やっていきたいと。でこれはね、思うわ。このまま1台分変えて、はい、タープとかも変えなあかんけど、うん、そんなんしたらもう、うん、火くれるからね。動画が2週とか3週ぐらいになったらあかんから開ける、開ける。しかも肩ガードケチってほんま両方変えたらいいけど、あ、そういうことね。肩ガードって減ってる方だけ変えるっていうね。うん、まあまあこんな感じで加えていきたい、うん、で、前回も塗装の時にドラムブレーキか外すまではやってるので、もう外したとこから次ね、私の作業が見たい方はその塗装の動画を一緒に見ていてもらえたら、まあ、外し方やってるから、まあ、みんなもええけどね。まあとりあえず外したところからね、うんうん、次ライニング変えるところからでやっていきたいと思います。はい、お願いします。これは前注意したあの最後のとどめが悪いよ。そこだけ取ろう。怖い。まっすぐ負けんように。え、まっすぐじゃそれを抜かない、それをピョンってインパルで抜かない。最後とどめやらへんかったら動画終わり。そうなんねん。フォイルがバー落ちてない。まあ、ほんとは外しただからいくで。はい、お願いします。よいしょ。今頃かったのかな、こんな一番短い距離線でも、ここからここからここまでその長い距離超フリーやったな。ほんまや、このワッシャーが怖い、なくしそうや。気がつきやな。すごいよね。それ回すんちゃうで、寄してくんの。そうそうそう、引っ張ったって引っかかるから、回しながらネジに合わせてこう寄してる。それなくすからな、うん、もうなくして蹴ってぐちゃぐちゃするやん。だからリフトの足に乗ってる、はい、で、ナットなんかそんなん立てとったら、はい、上げて落としたときえらいから。だからこれやったら、じゃ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 、ここでやったら当たる、知れたり、うん、だからこっち全開でやったら向こうは逆やからな。逆だった。そら動画が5本も6本もなるわ。あれほんま完全ノーカットでやったら10本ぐらいなんだよ。やばい、で、とりあえずな、はい、そのサイド下ろしてんの。下ろしてる。あ、ちょっと待って、うん、それドラムちょっと一回入れてみて。サイドの引きしろどんなんや、うん、いきますよ、うん、まあ結構だ、引きしろちゃんとあるから、はい、あんまり調整したらあかん。あ、コマ1コマ2コマぐらいしても、いや、まあ、それはブレーキ変えたら、ね、まあ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 。まあいつものか。あ、電気ないんだ。あ、忘れたんだよ。電気取ってこなあかん。行きましょうか。うん、電気取ってくる。はい、こっち向けるわ、眩しいの。電気取ってきました。だから。次はいよいよこいつやな、社長。このことやんな、シュウ。
ライニングの週どっちがないの、うん、こっちがない、うん、前カーがないで、まあ後になるけどこれがサイドブレーキの調節、うん、で取っていくで、ちょっと前にムーブをしてるんですよ、私ね。だからこれを前取っとって、社長が。でもこれ力取っとったね、どっち取ったね。まあ取ろうか。なんだろう、分かる、分かる。範囲で、範囲でやっていっていい？フォーグこれ使っていいの、社長？うん、なんかこう、チップやる。まあ、それはこじってもやる。オッケー、他はこじったかんね。それはもうこじるために、あえて。分かった。まあ、こっち頃にしようかな。動画見た方がええんじゃん。やっぱりな。一回見よう。動画見た方が。でも手でいけとってんな、一箇所は社長。上か。まず初めに何したかやな。清掃と。そやな。とりあえず綺麗にエア拭いて休憩しよう。休憩する。うん。まあとりあえずほんならこれ窓とか全部閉めた方がいいで。なんで入る？すごい。まあ、い粉を入れるんやったらいいけど。いや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 。もうちょっと怖い。まあ行こうか。そのエアのチャックが入れれるかどうかね、まずな。エアのチャックが入れれるかどうかがまず、ね。うん。入れれるかどうかが。入ってるやん。入ってたやん。それ割れてるからな。いや、もういいの別に。まあ入れるかどうか、ね、取らんかったよかったよ。よっしゃ、行くで。うわすごい。離れて。じゃ、あのな、一気にバーッとやって一気に逃げへんかったら分かった。ちんたらちんたらしたらずっとなんていうの、そのブレーキのカスもあるところで待っとかなあかんやんか。分かった、一気に行くで。だから一気に両方ともバーッと逃げてこなあかん。俺は離れてまあええけどな。そんなん全然なってない。まあちょっと逃げとかないということで休憩します。休憩ばっかりや。3回目よし、じゃあシュー外していきます。あ、シューちゃん電気どこ置いた。外せるんだ、まあ、外せるか外されへんかが問題な。とりあえずこれ丸くないんやな、ムーブみたいにの。で、よいしょ、できた。これさぁ、こっちできた。ほんで、まあ、俺からしたら、まあ、サイドが張ってるから緩めた方がやりやすい。サイドな。しかも、こんなもん。ちぎれるんじゃん。上抜かれへんから下抜かれへん。え？あ、先に？下下。あ、じゃ。下。下。あ、上抜いてもだめ。うん。できた。で、下を向いたら、はい、上が自然に柔らかくなる。そういうことか。見えてる。ちゃかだ。え？どこにいるか。こうや。そう。こっちや。そのレバーのやつをさっき外してみて。これ。よっしゃ。どうちょっと。怖い。それはうちにやな。怖いな。怖しい、うん。で、新しいラインを持ってきて。あ、それのちょっと。うん。どうしたらいい？オッケーオッケー。はい。これが。うん。前か。え、何？
こっちにつけてやった方がいいのか。ああ、そういうことね。まあ、ええか。まあ、俺のちゃうし。それ、いつもやん、社長。いけるのか。ほんで、ライニングをつける前に、はい、さっき、ここにね、うん、ここにちょんちょんちょんとグリスさしようか。はい。え、あの、いつもとかシリコンの、うん、シリコングリスでいいよ。ごま、あただから、みんなはスムーズにしてる人は絶対元の位置に直す。そういうことね。もうちょっとでいい。はい。ちょんちょんちょん。新しいライニングがこれで、あ、これあれ元の位置直しない、たかしだから、たかしが使っても元の位置に直さなあかん。私がね、それは当たり前だ。で、右と左、はい、ああ、多分ないと思うけど、はい、こうでしょ、つくのは、うん、一緒かどうか、うん、一緒やね。一緒、うん、どっちでもいいわ。角落とします。入れへんかったらいいけどね。入れへんかったらいいけど。ちょっと待ってな、ちょっと待ってや。なに、アイコス、アイコス充電しとけへんから、次座れへん。これからまだあるからね。みんな分かってない、みんな分かってない。で、その当たるところあるやん、はい、こういうところ当たるやろ、はい。